よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。去年2020年12月12日、ここはね、千葉県桜市ローソン桜岩名公園前店ですね。岩名だって、そう、岩間さんとは関係ないですね。千葉県のガラス様にも岩をぶつけてくださいです。はい、ということでね、出発進行、ナスの進行、千葉県の腹巻をしてこいよね、この辺はね、なんかのどかな風景ですね。千葉来た車のなんとかの看板が地盤にあるのです。土屋自動車なんてね、あ、聞いたことあるな。 FM でよく宣伝してるとこでしょ。高輪桜自動車学校って書いてあります。自動車学校ですね。なぜ止まった？この先信号があるんですかね。あ、地盤屋用のアウディがライト照らしです。メイン街道こっちですよね。ああ、もうここなんか混んでます。渋滞してます。まあ、渋滞というほどのあれなのか知らないけど。ああ、この先なんか踏切があるみたいですね。だから混んでるのかな。で、なんか国道みたいなの交差点があるから、あれが、296でしたっけ。俺様ね、ずっと296通ってきたつもりだったんだけど、どっから間違えたかな。まあいいです、別に合流できるんだったら。
コーポグレーだって、あのグレーって歌手がいますよね。クルミンさんの好きな、ミスチルの次に好きらしいですよ、グレーは。ライトテラシーです。これダイハツの黒い車、ライトテラシーです。エンジンをかける嫌がらせの音が聞こえました。これ40キロ制限です。ヨンス様はペ様と言い換えられるので、40キロ制限はペジョキロ制限とも言い換えられます。40の筋が違いないようです。はい、あれ226ですね。成田方面だね。歴史博物館、なんか有名な歴史博物館、小学校の時に社会科見学で行きました。八千代じゃない、さくらの歴史博物館。なんか工事やってんのかな、なんか作業車みたいなのが止まってるから。ああ、そうだね、なんか今、おじさんが、まあ、おばさんかもわかんない、知らないけど、道を横断してったんで、なんか作業着来た、おじさんなんかおばさんが台車持って道路を横断してったんで、なんか工事してるんでしょう。だからなんかこう混んでるんだね。にしてもずっとなんか止められてるな。ちょっとね、こう前がね、こう見えないから、車のがね、いるからね。見えないから、なんか何してんのかわかんないけど。でもこの先、あの、踏切の直前は車いないから、多分踏切、その前の何、数台先で多分止められてると思うんですよ。ああ、今動き出し、ああ、なんかあの、おじさんがなんか地盤屋の棒を振り回して誘導してるから。ああ、なんかこういう、なんかやってんのかな。ああ、こういうことやってるんですね。あ、なるほど。ウィスパー色もしくはコマサ色の線をこう引いてたんですね。今のおじさんこう引いてたでしょ。そういうことなんですね。ライト照らしです。ほらほら、だからもうほら、ウィスパー色もしくはコマサ色、くっきりしてます。こういう風に引くんですね。引いてるの初めて見ましたわ。で、ここは踏切。これは多分京成線ですかね。多分ね、この下に書いてある注意ってやつもね、なんか、ずいぶん濃厚なウィスパー色もしくはコマセルさん色なんで、さっき引いたばっかりなんじゃないですかね。長谷工リフォームだって。今回の車はこれあれですね、燃費ずいぶんいいですね。だいぶ結構走ってる、結構でもないかな。渋滞してたからちょっと時間かかってるから長く感じるけど、距離はそんなんでもないのかな。そうだね、11時頃柏を出て、まだそうか、3時間経ってないのね。これ京成線かな。浅草ラインって書いてあるな。直通電車なのかな。浅草線、都営浅草線ですけど、これ明らかに東京都じゃないんで、都営ではないから、まあ多分直通してるんでしょうね。ローソンの車です。はい、ちゃんと一時停止しましょう。線路は運行です。線路を渡ってはいけません。博物館、あ、ここも博物館の前なんですね。東アジアを駆け抜けた体だって。予告って書いてある。あら、ま、今やってるわけじゃないのね。予告っていうのはすなわちほのめかしですね。
あ、これもう直進するとそのまま歴博に行くんですね、これ。こんなとこだったかな、なんか。昔ね、来たことあるんですけど、小学校の社会科見学で。こんな感じでしたっけ。はい、入り口がいくつもあるのかな。こんな狭い道じゃなかったよね。なんか高速みたいなのを降りて、まあ、ちょっと、もう相当昔の記憶なんで、ちょっと定かではありませんけど。小学6年生かな ?6 年生は11歳の時ですね。なんか、凱旋みたいなのやってます。千葉グリーンバスって書いてます。制圧がなんかごちゃごちゃ言ってますよ。あー、迷惑者来ました。これ一斉ギャー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 バカみたいなこと言いやがって。ちょうど21キロなんで、イーブ21の21なんで、ちょうど良かったんですけど、成田空港。市役所した。市役所があるね、この辺ね。駐車場の看板が上の部分が地盤屋用で、下の部分がウィスパー色もしか混ざされて、昔ながらのね、郵便ポストです。地盤屋用です。このバスこんな狭いところ行こうとしてますね。すごいですね。これバス通れんじゃない、今の左の道。すごい狭そうな道でしたよ。嫌がらせの音です。あ、歩行者盗難注意の看板を押し込みです。なんか JA の看板が近くにあるようです。柏から富里だったらさ、なんかもっと近い道あった気がするけど16号なんか遠回りかもね。看
で、この道も26で、あれかな、なんか旧道とバイパスみたいな感じですかね。多分なんかね、ここの、左右走ってる26の方が太そうなんで、多分こっちがバイパスで、俺様が今来た道は、あれなのかもね、旧道なのかもしれないですね。旧道っていうか、なんていうの、まあ、よくわかんないけど、あるでしょ、バイパスとなんか、元々の道で分かれて、旧道、まあ、旧道か。旧道はでもね、その国道の旧道ってさ、バイパスとか新しい道ができて、その国道のままのところと県道とか市道に降格するところがあるよね。なんか違いがなんかわかんないんですけど、どういう違いがあるのか知りません。おしっこ色です。カブラキ町だって、カブラキ。ジバゲありましたです。ジョナさんがジバゲあるです。ジョナさんはね、なんかね、メニュー表にね、同じタンドリーチキンがね、2つあるんですよ。で毎回ね、エプレブメンバーで行くとね、文人さんがね、どっちのタンドリーチキンにしようかって言うんですけど、どっちも一緒なんですね。ジバニャン色でーす。ララポークだってなんかララポートみたいな名前ですね。ジョナソン、ね、あ、ネズミ捕りです、ネズミ捕り。ここは50キロ制限、それ様ちょうど50キロなんで大丈夫ですね。お前らもね、スピード出さないようにね、気をつけましょう。あ、ライトテラシー、ライトテラシーいっぱい来ましたね。してんのかなこれ。あ、工事中って書いてるね。200m 先工事中、ジャイアン色、新栄建設株式会社、新栄だか新栄だか知らないけど、 200m 先工事してるぞってほのめかしの看板です。何
何がしたいのかなって言ったんですって。これ何してんのこれ。まあ言ったんですね。止水町ですね、この先、止水町。しか食べてないからね。バナナ食べてコーヒー飲んでそれだけなんで。昨日の夜何来た？あ、昨日もね、辛ラーメンしか食べてないですね。辛ラーメンの野菜と卵入れて、俺様のね定番の夕食なんで、あの安くていいんですよあれ。辛ラーメンね、5個入りで400、税込み410円のやついつも買ってるんですけど、1個あたりも80円ぐらいなんですよ。で、まあ野菜とか卵入れてるはいるんで、野菜がね、俺様基本的にね、一回あのカット野菜全部入れてるんで、まあ40、50円ぐらいかな。だから、130で卵もね、すごい安いの買ってるから、だいたいね、まあ150円ぐらいですね、一食あたり。自販機のジュースと同じ値段です。こっち入れてあげようか。ケーブルネットだって D96。ケーブルテレビのやつかな。ケーブルテレビ。トラストワンってなんだろうね、あれ。トラストワン。アッパとかです。おまわりさんですね。千葉県警です。お前らもね、悪いことして逮捕されて、気をつけましょう。ジバンヤイノです。損保ジャパンの看板もジバンヤイノで、ダイハツよりもちょっと濃厚な感じのジバンヤイノです。セレモだって、セレモ総裁場ですね。なんかこんな渋滞してんだろうね。ふっくらパンだって、ふっくらパン。脇道の方が早く行けそうだけど、ちょっとやめときましょう。知らない道でね、変なとこあるでしょ。絶対迷うんで、俺様のことなんて。トライアル。庶民の味方スーパーですね。どこにもありますね、トライアルって。全国どこにも。北海道にもあったし、九州にもあった気がする。なんでこんな混んでるんですかね。集団ストーカーかな、こいつら。まあそんなことはないですけど、まあ、冗談です、冗談。冗談とかね、言わないとね、本気にするやついるからね。どんなやつが見てるか分かんないからね。地盤屋ロボですね。でも車はウィスパイロもしくはコマサイロの部分の面積の方が大きいです。
ーセンターで、トライアルの部分がウィスパー色もしくはコマさん色で、スーパーセンターの部分がおしっこ色です。スーパー銭湯ではありません、庶民の味方スーパーです。バイク部隊が騒音嫌がらせしていきましたね、今のバイク部隊で。こいつはなんかウィンカー照らし、右へ曲がるぞってほのめかしです。ジャフがライト照らしにしてます。24時間営業だって、ここ24の文字が地盤の色です。薬って書いてあるけど、あれ別に薬ってなんかバカにされて笑われてるわけじゃありません。薬を売ってますって意味でしょうね。あ、なんかすげえ渋滞してますね、ここ。そんななんか混みそうな道じゃないんですけど、まあでも一応国道だからメイン街道なんですかね。成田に行くメイン街道なのかな、これ。渋滞です。意識不明の渋滞になったら大便じゃなくて大変ですね。本桜、元桜って読むのかわかんないけど。ケーブルネット296。296号線沿いにあるから、296なのかな。治水町、元桜。元桜だったかな、確か。ね、そう、治水なのに桜なんです。まあでも、もしなんか桜市と合併して、九州合併されて、ここは桜市になったら、まあちょうどいいんでしょうけど。でも確か治水町って合併しない宣言してたような気がするから、まあしないんじゃないですかね。平成の大合併でも治水町は合併しなかったですからね、なんか金持ちなのかな。なんかでも、止水ってなんかあるかな、そんな、なんか、ねえ、税収の元になりそうな施設。なんかあんのかな、原発とかね、だいたいそういうのがあるところはね、村のままでもね、合併しないんですけど。生命の看板はウィスパー色もしくはコマさん色です。すき家は地盤色です。ココイチは、まあ、飲食店の名の表現は控えますけど、なんとか色です。なんか曇ってきましたね、天気が悪いです。まあ、雨降ってないだけマシですけど。丸亀製麺はね、21時まで営業してるらしいです。21時。ね、夜、午後9時です。ね、21、イーブ21の21でーす。イーブ21。なんか大渋滞じゃないですか、これ。大渋滞。もうね、地盤屋色のブレーキランプ照らしだらけですよ。あ、ブレーキランプ照らしが解除されてってます。動き出したみたいですね。あそこね、交差点だから、まあ、青信号だから、まあ、動いてるんでしょうけど、またね、多分俺様がね、渡る前にはね、地盤屋色になって止められると思いますよ。前結構車いますから。あ、バイク部隊がいっぱい来ました。バイク部隊。ケーブルネットの前の黒いやつがなんかね、右折しようとしてます。丸亀に入ってきました。青信号なのにこれなんか詰まってる感じですね、これ車が。ココイチのなんかドライブスルーの看板が地盤にあるんですよ。ココイチドライブスルーなんてあるんですね。なんかすぐらいだったら店の中で食べていけばいいと思うんですけど、
水交差点です。おしっこ用の車です。あの乗せられてる車はあれなんですかね、ボーボー行きになる車ですかね。あれですよね、廃車予定の車にあのジバニャンの腹巻きとガラス玉を乗せといたら多分ついでにね処分してくれると思いますよね。ボーボーになるのかわかんないけど、まあボーボーでしょうね。確かに全店高濃度炭酸泉があるよね。まあでも高濃度炭酸泉って一番最初に始めたのは龍泉寺の湯だったと思います。確かね、1990年の名古屋森山本店オープンの時に多分全国で初めて高濃度炭酸泉をねなんか導入したんだったような気がします。でなんか龍泉寺の湯のホームページに書いてあった気がしますね。今度あれでしょ、来年の、もうすぐだね、来年の春にね、流山おたかの森にもできる予定ですね。そう、本当は今年のね、秋オープン予定だったと思うんですけど、なんかね、半年延ばされちゃって、来年らしい、来年の春みたいです。駅前に作ってますよね、おたかの森を。完成予定図見ると、創刊八塚店となんか外装が似てるんで、まあなんか似たような感じ、まあ同じ系列だから似たような感じだと思うんだけど。ね、フォレストビラ作ってほしいな。八塚にはさ、フォレストビラないじゃないですか。で、あの、名古屋の本店にあるやつね。そう。あの、フォレストビラね、あるとことないとこあるんですよ。で、横浜の鶴ヶ峰にはあるし、茅ヶ崎にも確かあるって書いてあった気がするんですけど、そう、八塚にはないですし、仙台にもないね。で、フォレストビラのね、名古屋のフォレストビラにある、500円で1日、なんとかドリンク、なんかデトリ、なんだっけ、デトックスウォーターだっけ、500円で飲み放題のやつがある。一回注文、あの、したことあるんですけど、まあ、500円だけど、飲み放題、その、一日中飲み放題なんで、あ、ちょっとお得感があっていいかなと思います。なんか健康的なね、あの、ドリンク。クルミンアロマさんとかが好きそうなやつですね。飲み放題なのがいいですね。なんか、俺様もね、3、4杯ぐらい飲みましたね。横浜のフォレストビラにもあるのかな、わかんないけど、でも名古屋には少なくともあります。仙台にはありませんでした。で、安川にもなかったです。なんか右に行くやつらがいっぱいいます。ここはゆで太郎、郊外型のゆで太郎、珍しいですね。だいたいあのビルの1階とかにあるんですけど、なんかね、車が進まないですね、これ。まあ、渋滞するのは思ってた通りなんですけど、まあ、お腹空いてきたからね、ちょっとね、若干イライラしてきました。まあ、安全運転でね。ボーボーラーメン、久しぶりなんで、富里は初めてです。なんとかいう、隅入り口で。
道沿いのはずなんで、左側だったかな、左側だから入りやすいと思うんだけど、でジバニャンの腹巻きもボーボーしたいですね。1年ぶりぐらい、1年以上多分食べてないと思うな。前はね、あの本地場の駅前にあったから比較的行きやすかったんですけど、あ、ブルーライトテラシです。あ、またこれアウディライトテラシです。四水総合公園って、何が総合なのか、いろんな施設があるって意味で総合ですけど、でテリーさんのオアシスがある行田市のあそこも総合公園っていう名前ですよね。総合公園ってところと運動公園ってところと総合運動公園ってところとスポーツ公園とか、まあ、いろんな名前がありますね。場所によってなんかいろんな名前つけてますね。ファミマです。この先ファミマがあるぞってほのめかし看板です。 230m 先にファミマがあるぞってほのめかし、止水なんて、お、お上、尻尾の尾に上って書いて、なんか、小野上店とかでも読むんですかね。小野上店だか、小野上店だか、全然知らないけど、読めないけど。浄水場水道事務所だって。岩間さんも昔なんか水道局で働いてたらしいですね。はい。ね、あ、ファミマこれです。さっきほのめかし看板があったファミマこれですね。毎日お買い得って CM 昔やってましたよね。多分今はやってないと思うんだけど、俺様ね、高校生の時ですね、なんか毎朝ね、学校行く前に必ずあの浅須場でね、なんかファミマのなんか CM で、ファミマは毎日お買い得って、もう必ずね、あの7時で同じ時間やってました。毎日毎日ね、寝起き聞いてるとなんか洗脳されそうになるんですよね。今多分その CM やってないと思うけど、テレビもう何年も見てないから分かんないです。やってんのかな。この前ね、ジャングル記念日さんでね、なんか鷲宮の特集があったらしいんですよ。もう10年前ぐらいにテレビでね、それなんかビデオ流してましたけど、なんか CM とかも当然、まあ、録画されてたんですけど、あれですね、みんな懐かしいとか言ってましたけど、俺様はもう長らくテレビやって見てないんで、なんかもう今はやってない CM ばっかりらしいですね。もちろん見覚えのある CM でしたけど、そのビデオで録画されてたね。でもなんかみんな懐かしいって言ってましたけど、俺様はもうずっとテレビ見てないんで、もう今はその CM やってないのかなと思いましたね。どんな CM やってるか知らないからね、俺様。機会があるって言ったら、あれですよね、スーパーのフードコートとか、スーパー銭湯のなんか休憩室で流れてるとか、そういうので目にすることはありますけど、能動的にね、別に見ようと思うことはないし、まあ、そもそもうちにテレビがないんで、まあ、全然見てないですね。芸能人とか、まあ、元々俺様芸能人興味ないんですけど、芸能人とかも今流行ってる人は何も知らないですね。まあ、音楽とかわかりますけど、YouTube とかでも聴けるんで。ライトテラシーです、これ。ジバゲアのトミスパルモシカコマサルのコラボレーションのスポーツが。もう富里市入ったんで、多分ボーボーラーメンもうすぐなんじゃないですかね。道沿いで多分左側だと思うんですよ。右側かもしれないけど、まあ多分、確か左だった気がするんで。七栄だ。ジバゲアの無料マッサージと短いです。下はこれ、あ、東関東自動車道ですかね。東関東です。車あんまりないだろうから空いてるね。
看板はジバニャン色です。ビクシルはジャイアン色です。ちょっとね、見逃して通り過ぎないようにちょっと用心しましょう。放送権利株式会社看板が見つかる場所がここまでです。地盤屋色と黒のどっちにしようかな。あのボーボーラーメンはね、地盤屋色と黒っていうのがあって、1辛から5辛まであるんですよ。で、3辛までは確か同じ値段で、4辛すなわちペカラと5辛はちょっと割増料金になるんですよ。確かね、あのシステム変わってなければね。まあ3辛でいいかなって感じですけど、5辛でもいいんですけど、俺様辛いの好きなんで、ね。っていうのはあれですね、アクアライン経由で川崎まで行くやつですよね。ライト照らしでさ、ウィスパルもしくはコンサイルの救急車が来ました。サイレン鳴らしてないので岩間さんまだ毒を買ってないみたいです。おーあれです、ウィンカー照らし右へ曲がるぞって、この昔はヤマトがあります。あるっていうか、ヤマトの車があった、ああ、いや、ヤマトあるわ、ヤマトの看板で、ね、そろそろだと思うんですけど、富里のね、ボンボーラーメン、富っていうのはね、26号沿いのはずなんで、あ、でも時間的にもしかしたらあれだな、なんか、昼と夜でなんかやってない時間とかもあるよね、多分。だったらちょっと困るな、まあ、だったら別に待ってればいいんだろうけど。夕方はやるだろうから、ライト照らし京葉銀行アルファバンクです。芝宮色、そろそろだと思うんだけど、過ぎてないよね。複数あるってことあるのかな、なんかバイパスと旧道みたいな感じで、まあ、そのうち着くとは思うんだけど、なんかね、焼肉屋の看板はこの先あるんですけど、ボーボーラーメンではなさそうですね。あれこれ左折直進していいんだよね、これ。
ジバンギャリブ、ワークマンがあります。黒と牛黒のコラボレーション、三浦浜はノーワークマンのワークマンです。ところと言ったと思うんですけど、なんか地図見た限りね、エール、庶民の方です。ジバンギャリブスーパーなのかな、酒屋とかかもしれない。ヤックスドラッグ、ジバンギャリブです。24時間営業中の看板はおしっこ用ですね。ライトテラシーが来ましたよ。閉店の時間ですね、昼の部は。閉まった、そうかそうか。大体ね、ああいうラーメン屋ってね、中途半端な時間はね、やってないんですよ。なんかその大型チェーンとかでもなければ。だからボーボーラーメンも確かそうそうだった、そうそうだったの思い出したんだけど、ああちょっと時間が悪かったね。高速使ってくればよかったかな。そうかそうか、もう最初から営業時間ちゃんと確認してくればよかったね。営業時間最初から把握してればね、高速で来てたんですけど、ここなんかラーメン屋だけど準備中って書いてあるけど、どうしようね。5時だっけ、5時半だっけ、待つか、どうしようかな。
車教習所の看板がウィスパールもしかこなされて、それがまあちょっとやっちまったって感じですね。まあ、これやっちまったじゃなくて富里なんですけど、営業時間ねちょっと確認しとけばよかったね。整備はなんかまあなんか僕らでも買おうかなじゃあ割とかな。猫島で死ぬのか。それかね、なんだろうな。カソリ、今からカソリ行ったら、カソリって多分千葉市内とかね、夕方とか絶対混むんだろうからね、行きたくないんで。しようかね。お腹が空いてきて、バナナしか食べてないからね、朝から。とりあえず生味だけ売ります。生味や庶民の味方、あ、ベーシアも、まあ、別にベーシアでもいいんですけど、ベーシアの方がひどいよね、多分駐車場。ベーシアです。はい。それではさようなら。ボーボー。